ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。今日未明、緊急でね、禁止会見の発表が行われました。禁止会見は基本的に発表されるタイミングが事前告知されるものなんですが、今回はね、予告なく突然の発表ということでね、ユーザーの間にね、激震が走っています。今回変更があったのはこちら。パイオニア、そしてモダにて夢の巣のルールスが禁止、そしてパウパーでは電位式リレー大霊道の信奉者が禁止、探検の地図が禁止解除となりました。なんと夢の巣のルールスがこれでパイオニア、モダン、レガシーで禁止となり、ヴィンテージと統率者戦でしかね、使用が許されなくなってしまいました。しかも夢の巣のルールスはどんな強力なカードでも1枚制限として使えるヴィンテージでもイエロー禁止カードを経験したカードです。まあ、アイボールール変更後に1回解禁されて現在は使えるようになってるんですけど、そうした感じで、ルールスはかなり多くの、フォーマットに影響を与えるカードとなってしまいました。レガシーでは強力な2マナ以下のカードが多く存在するので即座に禁止されてしまい、ルール変更後も解禁はなかったんですが、パイオニアやモダンでは、カードプールの広さやルールスを使用しない戦術もあり、強力なカードの一つとして存在を許されてきました。なぜこのタイミングで禁止になったのか。公式の発表によりますと、モダンにおいては通常ね、コストが軽いカードはゲームが進むにつれてその影響力を失っていくものなんですが、ルールスが存在すると軽いカードをね、何度でも使い回せるようになり、ゲーム後半でもね、継続的な脅威となり続けます。そしてモダンはね、19年にわたってね、収録されたカードとモダンホライゾンシリーズのカードを使用できて、もうすでにね、モダン制定当初のレガシーよりもカードプールが広くなっています。そのため2マナ以下の強力なカードのバリエーションも増え、環境はよりマナコストが軽いカードを求めるようになっていきました。その中ですでに夢の巣のルールスは採用率が高く、3マナ以下のカードたちの選択肢を今後もね、減らし続けてしまうため、禁止になったということです。パイオニアにつきましてはモダンに比べても採用率は少ないんですけれども、モダンと同じくカードプールが広がっていくと、後々ね、この夢の巣のルールスで、モダンと同じような問題が起こってしまうということは明らかで、どうしようもないところに来る前に、それをね、阻止するために、環境の多様性を維持するために、今回禁止に至ったということです。個人的な禁止改善の感想なんですが、夢の巣のルールスはいつかは禁止になっていくだろうとね、思ったんですが、結構ね、思ったより早くてびっくりしました。本来ね、賞味期限があるはずの軽いカードも墓地からね、何度も返ってくるのはね、話は別で、禁止理由もね、納得できるものかなと思います。もちろん強力すぎる軽いカードをね、作るのが良くないっていうのもあるんですが、死の影とかね、ハンマーデッキの、シガルドの助けみたいな、特定の戦術限定で光るカードもあるんで、一概にはね、言えないかなと思います。ラガバみたいなカードはちょっとね、どんなデッキでも入ってしまってるんですけれども、今後ね、環境予測というか、ルールスが入っていたデッキがどんな風に変わっていくかっていう感じなんですけども、ジャンルデッキはね、3マナ以下のカードをね、またね、選択肢にもなっていって、ベールド、リリアドのような昔ながらのカードがね、採用されるかもしれません。ただですね、本当にね、2マナ以下のカード本当に強力になってるんで、ベールド、リリアド、前はね、4枚ぐらいフルトンにされていたんですが、採用されなかったり、あとね、枚数を減らして採用されるみたいな感じになるかもしれません。あと、死の影デッキはですね、今までね、入れられなかった、グルマグのアンコウとか、ダクロの失勢がね、またね、選択肢として上がりそうですね。さあ、そして続いてパウパーです。去年ね、パウパーフォーマット委員会の成立から、積極的にね、フォーマットの不健全さに対して迅速に対応してきています。モダンホライゾン2でね、強力な、コモンカードをね、大量に、パウパーに、流入してきたことによって、多くのユーザーからね、不満があり、それに対して対応が遅かったことをね、反省をね、生かしている印象があります。そして今回禁止になった電子リレー、そして大レードの信奉者は、それぞれね、ストームデッキと神話デッキのね、重要なキーパーツで、そして今回の神川輝ける社会で、さらにね、その影響力を強めました。このね、ネオ神川での、新カード、代表的なものが、実験統合機です。このカードは、出るか場を離れると、デッキトップをね、このターン限定で、プレイすることができるようになるというカードですね。現在のストームデッキの主流の方は、クリーチャーでない呪文を唱えると、1点飛ばすっていうね、ケッシグの炎武器というカードを立てて、電位式リレーからね、大量の呪文を連打して、20点ね、削り切るっていうね、形になってるんですけども、今回の新カードの実験統合機は、最大のガンとなるカードじゃないんですが、このね、このストームデッキを確実に強化するカードではありました。強化したんですけど、こういったね、地味な強化に値するカードをね、出るたびに禁止していくっていうのはね、さすがにちょっとね、良くないというか、ナンセンスなので、根本的に大量のね、呪文連打を、可能にする電子リレーを、禁止することで、このね、ストームの弱体化を図ったということでした。そして神話デッキなんですけども、先日ね、代表的なカードだった A 徳がね、禁止カードにされたんですけれども、近年ね、アーティファクトを生贄に下げて、アドバンテージを得られる、命取りの論争や、聖堂の取引といったカードを得てね、神話ね、
マイヤーの処罰者のような、カードでビールダウンするような戦術とは他にですね、アーチホクトを大量に探ってダイレードの信奉者でライフを奪って勝利するっていうね戦術が強力になりすぎました。まあ、そのためね、ライフルーズという、ね、戦略をちょっと、ね、潰すためにも、今回ダイレードの信奉者禁止になったということです。まあ、イノストリーの論争とか、生産取引みたいなカードを禁止するっていう手もあったんですけども、それらもね、なんか今後もね同じようなカードは出てきやすいというか感じだったので、それらねまたね、さっきのね実験渡航機を禁止するみたいな理由でどんどんちょっとした強化するカードをどんどん禁止していくっていうのはねあまり良くないので、その戦術の根本となる、ダイレードの信奉者を今回ね禁止することに至ったという感じですね。で続いて珍しいんですが、探求の地図一度禁止になったんですが、今回禁止解除ということで、パウパーにおけるトロン戦術の問題はウルザトロンと揃って大量のマナを生み出すことではなくてですね、マナフィルターによって各色の強力なカードはあまりにも簡単に使えてしまうことが問題でした。モダンとかのトロンデッキだとね、7マナとかがカーンが出てきたりとか、あとワームトグレンジンとかエルザラージュが出てくるっていうね、感じなんですけども、まあパウパーは顧問限定なので、そういったね無色の超強力なカードっていうのが存在しないんですよね。まあ、8マナのねマストアタックのね、滅殺2ってカードがあるんですけど、まあ、それぐらいで、まあ、実質ね無色の超強力すぎるカードっていうのは存在しません。ただこのね、ウルザドローの大量のマナを使って、そこからね予言のプリズムとか、賢者の装飾品みたいなカードでマナフィルターを行うことによって、強力なねドロースペルだったり、強力な呪文を使ったりとか、いったことがねトロンの問題点というか強力な点でした。ですがこのねマナフィルターはね前回禁止になったんですよね。この予言のプリズム、賢者の装飾品っていうのはさっきちょっと名前出したんですが、それは前回の禁止解除で禁止になっていました。でそれによってですねマナ調整が難しくなっていって、まあ、ウルザトロンデッキもね、まあ、適正なバランスになったと考えられるので、今回ね探求の地図は解禁してもいいんじゃないかというふうに至ったということです。まあ、公式の声明文がね詳細に環境を語ってくれているので、まあ、禁止に至るまでの思考開示をね社長もね、明文化してくれるので、そのね理由にも納得できるんですよね。パウパーは一時期ね強力すぎるカードをね放置されすぎていて危うい状況だったんですが、再びお金をかけずにエキサイティングな体験を用意できるフォーマットになったと僕は思っています。はい、というわけで今回はね緊急の禁止改定について、解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもねこの禁止改定について何か意見とかありましたらコメントで教えてください。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。